はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。体調不良や睡眠不足の状態で臨まないようにしてくださいね。これは後回し。すごいな。45です。地図ですね、大事なのは。もう全部ここに回していいんじゃないの？全部回しましょう。コツしか手に入りません。あ、なるほど、ここで解放するんだ。精神を解放しました。タイガー強化。精神さん、なるほどね。もうちょっと待ちましょう。今回はメインクエストをやりましょうか。イベントって何かあったっけ？スコアタックもありますが、ないですね。なんで、あ、これはメインストーリー2章をクリアしないとできないんで、行かないといけません。先に進んでいきましょう。12日間です。復唱練習を始めます。私に続いて復唱してください。緊急事態発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちに撤退してください。この後私の言うべき言葉は、緊急サプライズ発生。
ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちにフラッシュモブに参加。了解しました。うん、緊急サプライズ発生。ただいまをもって。言うんかい、お前ら。全部隊は直ちにフラッシュモブに参加。了解しました。そんなものに参加したら全滅します。本当だわ。恥ずかしい復唱させるな。ではもう一度正しく。緊急事態発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちに撤退。了解しました。緊急事態発生。ただいまをもって全作戦を中止。全部隊は直ちに撤退。了解しました。その調子です。確実な復唱を心がけてください。楽器のチューニングなどで使われる音叉という道具は知っているが、来た、いただきました。ラッキー問題だ。これは叩くことである音が鳴る道具だが、かやもり、何の音が鳴るか答えろ。それはもう恋が始まる音でしょう。正解だ。そんな音は鳴らない。あんたの中では鳴らないかもしれないが、みんなの胸の中で鳴ってるんだよ。名言。悲しいなぁ。音叉を叩くとラの音が鳴るようになっている。ラか音叉。でもどうしてラなんだ？どの方が分かりやすくない？ラの方が。理由はあるが、オーケストラのチューニングで使用される音がラだからというのが大きいな。今日でフェーズ3の訓練の最後よ。そう、訓練をしております。目標タイムを下回れば終了よ。ついにか。はい、葵さん、防御支援だけではなく攻撃とのバランスも頭に入れておくようにね。了解です。 31A は力任せな攻撃に頼らないように。みんな大丈夫だよな。あなたよ。私？え？あなたたちの連携はある程度形になってるわ。それを踏まえて応用の幅を広げていきなさい、うん、今日は前回より敵数が増加しているから覚悟しておくように。まだシミュレーションとはいえ実戦では何があるかわからないのか。他にもランダムで想定外の要素を入れているから。そうなんだ。どのような状況になっても思考を止めないように、状況の変化に対応できるよう事前にシチュエーションを予想しておくように。なんだよそれ、すげえ難しそうじゃん。できるだけのフォローはするよ。ああ、ユッキーの頼みの綱だ。均等に頼れよ。では、訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。今日でフェーズ3最後だ。気合い入れていこうぜ。うん、これ強制進行なんだ。風のささめき。勝利とは。はい、なってます。戻ってきてますね。ただのボンチやりますね。敵も強くなってきてる。ダメージ食らわないのだけはまだ救いながら、ノーマル攻撃で撃破した。どんどん行きましょう。
境界つながらないしね。白はよくが働いてくれます。全体止まれ。周辺の視界が悪くなってる。ここから奇襲に備えて隊列を変えよう。2列渋滞だ。了解。あと何分残ってる？残りは18分です。小休止取れるか。休憩。虫の息だったくせに休憩と聞いて復活したか。樋口さんの方こそどうしてそんな体力あるんですか？私が日々科学技術研究所で何をしているかも知らない。何してるの？知りたいような、知りたくないような。ざっと計算したが、そこまで時間に余裕はねえな。仕方ないね。再編成したら出発だ。残念。諦めろ。あと少しです。皆さん頑張りましょう。嫌です。しました。デフレクタも基準範囲内です。まあまあね。基準タイムもクリアしているし合格ね。よっしゃー。かよもりさん、ありがとうございます。と
当然の結果だろう。当然か。そりゃそももがいるからにゃ。何か言ったっけ。お前ら言っとくけどな、全くもってその通り。不甲斐ないこいつらの分までいつもありがとう。なんかひでえ言われ方されてるぞ。怒られとるんは大体自分やろ。自覚しや。あれ、 3HB も自信がつく言葉をチョイスしたつもりなのに。そこまで配慮していただいてすみません。よし、合格したし、みんなで食事でも行くか。食事？待ちなさい。手塚？この後、1700までに各部隊で改善点をまとめて書面で提出しなさい。その後、1715からミーティングに遅れずに集合しなさい。では、今日の訓練はここまで。解散。お疲れ様でした。12時からやったよな。この午後の02は全く捉えちゃったんだ。ロータリーモールってなんだっけ。これがまあ問題視されるのかな。行っちゃったけど、行かないの。これ何をするとこだっけ。三宅大地区地区。
一気に片付けるぞ。これ引きついねんな。そっちは紹介エリア外だ。え、でももう行くとこなんて。もう全くないもんな。またんかい。え？俺何しに来てるんだ、ここに。なんでなんで。下取りに行こう。役に立つのかしら。慎重にな。よっしゃ、襲ってきたべき。自由に恐ろしい罰ゲーム。砕けろ。
20を追加されるのか。かっこいいとこ見せないとな。すごい。うん。先に進めないのか。往復するしかないってことだ。あとはゼロになるまで。バトルの交流とか違うとこに疲れたのかもしれないが、
てやろうぞ。加速！負けてられないよね。上場の働きだ。やった。やるな。みんな行くぜ。分中になんだよな。衛星に行こう。さあ行け。ばっかりだな。さああと一つ。いや切ってしまいました。あともう一回ぐらいかな。これゼロになったかな。貼りましょう。ミッション1個クリアしてる。マンスリーミッション。期間です。競合の30分がなんだ。キスシーンみたいな。たどり着いた。おい、ルカ、晩ご飯だぞ。よっしゃー。復活した。食ってもないのに元気になりやがった。で、メニューは？刺し盛りみたい。え、お肉は？あとは。甘エビ
魚じゃご飯が進まない。誰だったっけ。誰だ、ダダをこねているのは。かっこいい人。うちの部隊長とは答えづらいな。そうだね、うちの部隊長です。答えんかい。なんだ、かやもりか。どうした。いいな、これ。ゆぬり。どうしてだ。古来より日本人はそうしてきたのだぞ。超現代っ子なもんで、そんな言葉初めて聞いたわ。誰。フライにでもすれば。月潮もなんか。何言ってんだい、月潮ちゃん。お、出た、クラサドミ。美味しくいただく方法があるよ。なんだろう。寿司ね、なんか抵抗感ある人多いらしいですね。人が握るそのので、お寿司は焼き肉に比べて。何これ、すごい美味しい。うちの部隊が役に立てたようだな。別にこいつのためじゃないよ。すんで。分かっていると思う。案外いい人たちなの。やろうか。なんでこっちを頑張るんだね。訓練ばっかじゃ息が詰まっちゃうじゃん。それにみんなもこのバンド気に入ってくれてるようだし。ああそうだったな。本物もいますしね。それが一番すごいわ。いやー照れるな。今日は何や。うちはギターで演歌。すみません。え、そうなんだ。おい、すみません。葵がギターになってしまったせいで。もともと楽器に興味なんてないやん。うちは自分のサイキックの可能性を追い求めとるだけやん。気にすんな。めぐみさん、なんでそうなるんだ。その言葉はうちが救世主になる日まで突然。なんかあるんかな。はい、救世主か。気兼ねなくこのギターを弾かせてもらいます。いいね。お、桜庭さん、こっち行きましょう。お待たせ。あんな大きいものよくなくせるね。摩擦抵抗が限りなくゼロに近いので、すぐ手から滑り落ちてどこかへ転がっていくのです。高いばっかりじゃね。盛大ななくし方をするね。この辺りでなくしたの。はい。ナビだらけじゃん。そこがまたトラップなのです。これだと思って拾い上げたらナビのことが多くて。そんな間違い方ある。とりあえずこの辺りをくまなく探してみるか。
お願いします。え？え？ここにあるのか。これだ。いや、ナービーの下にあるこれは、このツルツルピカピカな手触りは間違いなく水晶。影を感じます。唐突に占いが始まった。でも影って漠然としてるな。うん、良くない影って言われてもな。私の占いを疑うのです。怖い怖い。所詮占いでしょ。サクちゃんはすごい実績があったりするの？お客さんの満足度 69% リアル。的中率は 53% ほぼ半分。いいえ、二択ではなく言い当てるのです。それで 53% は占い界では脅威の数字。じゃあ影って何なの？それを言い当ててよ。影は黒い悪い影。これはそう、悪意のような影。悪意？誰かに恨まれてるの？たまえ、もういいよそんなの。恨まれているのとは違います。これは見下されている。悪意だ。まあ大人たちには見下され続けてきたような人生だよ。これも何かの縁。アドバイスを差し上げます。ただで？いいえ、占ったからにはえもらうものはもらいます。その商売道具を見つけてあげたのは私なのに。 1GP で安っ。逆に不安なんだけど、その占い多かれ少なかれ対価があれば。占い師0と1は大違いだからな。じゃあ、はい、 1GP。 確かに対価をいただきます。あ、スマホへ、スマホ決済か。この先好きな人ができ、私に？ええ、その人のことを信じるといいでしょう。お先、この状況下で私なんかが恋するとはとても思えないんだけどな。人類で一番恋から遠い人間だぜ。人間変わるときは変わるもの。そうか、私がか。意外だな。当たるも八卦、当たらぬも八卦、そういうもの。そうだ、半分外れるんだった。正確には 47% の確率で外れます。そんなの誤差の範囲じゃん。 53% の確率で当たります。いや、あんまり印象変わんないよ。とりあえずそのアドバイス気には留めておくよ。あなたが健やかに過ごされることを
祈っています。うん、サクちゃん、一緒にお風呂行かない？私でよろしければ。やったね。ね、いや、普段常に隠れてるから、もしかしてビレゾンもビレゾンかなと。占い師たるもの、ミステリアスでなければならないので、普段は紙で隠しています。見ることができるのはこうして髪を洗っている時ぐらいでしょう。すごいラッキーな瞬間じゃん。よーく見ておくぞ。あ、すぐ流して見えなくなった。もっと見てたかったのに。サクちゃんの綺麗な目。綺麗でしたか。見せていれば美人占い師として大人気になるほど綺麗だった。占い師たるもの、ミステリアスでなければならないので見せません。もったいないな。まあいいや、また見せてね。機会は。で、これで13日目ですね。ここの日までかな。どうした？プラ現象。なんだと。ショーキング。正解だ。そうだったんだ。よっしゃ。ビクッとする原因は不明だが、ある仮説では。ああ、そうだそうだ。夢で落ちこちるって思うんだ。そんなことは決して。うちも気になってたところや。会った時もっとほっそりしとったで。そんな、めぐみさんまで。どうなの？だってここだと3食お腹いっぱいまで食べられちゃうじゃないですか。船だとそうはいかないのか。そうね。どうだね。
か。あれ、もう一人暗い人がいる。なんや、道場も太っとったんか。そうじゃないだろ。私はむしろ痩せすぎていたから今が標準よ。コントロールしなくちゃおたまさんに怒られるぞ。するもの。おお、スカサッチにしては怖。そういや、ここでの生活も1ヶ月経つんだ。いつの間にか。あ、そうなんだ。なんか意外と辛い。もうダメ。平然としてたのに唐突にどうした。よくよく考えたらこんな大変な毎日がこれからも続くんだろう。もう絶望しかない。おいおい、体調が朝からそんな弱気でいるなよ。泉がちゃんと支えへんからや。お、うん、ユキさんの責任ね。ユキさんのせいでしょう。おいおい、お前まで。だよ。くっそ。ほら、これ私のヨーグルトだけど、食うか。酸っぱいのや。じゃあシュガー振るから。ほら、これで甘くなった。やった。うん、それはいいのか。元気出た。頑張る。人類救う。すげえ単純で助かるぜ。他にも慣れないことたくさんありましたけど、うん、慣れてきましたね。ただの女子高生だったのに。一ヶ月か。慣れて恐ろしい。やっぱり美味しい。箸が止まりません。今日からフェーズ4の訓練に入るわ。フェーズ3で周辺の敵は殲滅されているから、30Gと合流後、輸送車の護衛を引き継ぎなさい。その後、ポイントデルタまで護衛して先行していた 30G に再度引き継げば、フェーズ4は終了よ。キャンさんに知性がないとはいえ、数で圧倒されたらひとたまりもないということは分かっているわ。はい。だからこそ、敵の増援がないと、攻撃の余波で輸送車に危険が及ばないかを事前に予測しなさい。特に 31A は近接戦に特化しがちだから、ここで一度遠距離支援のスキルを磨いておくことで。何かしら、早森さん。いや、難しい言葉が多くて何がわからないですか。全部一つ残らず滅ぼすことです。幸せ選んだ方が良かった、はい、他の部隊は作戦地域の残敵を相当しているから、必要に応じて長距離砲撃で援護しなさい。それらをどうやって援護するかを考えることも大事よ。支援する部隊の背後から来る敵を倒すとか、次に相対する敵を予想して牽制するのかなど、状況判断を素早く行うように。では訓練プログラムを開始します。スタート。いってらっしゃいませ。護衛なんて眠くなる。相手さんは寝かせてくれないようだぞ。だったらやるしかねえな。風のささめき、勝利とは我々が命令。
敵やっつけたら退屈になった。目つむっててもいい？いいわけあるか。絶対そのまま眠るだろ。お玉さんもそうしてるし。あ、それはあかんよ。慎重で。これはマジじゃねえか。おい起きろ元艦長。お前が一番寝ちゃダメだろ。いいえ、目つむってただけです。決して寝てなど言いません。嘘つけ。おいターマー、やっと着いた。このフェーズに来るまでにあなたたちのデフレクタはだいぶ減っているはずよ。そんな時に想定外の攻撃をまともに受けたらどうなるかくらいはわかるでしょう。そん時はダイブイントゥーヨーバディ。クレイジープラス1増殖。そりゃ誰かの体に入っていけばそいつの体は避けて死ぬだろうけどさ。それに輸送車はあなたたちと違って一撃食らったら終わりよ、うん、すみません。どうもい。あたしらも怒られてるからな。フェーズ4になればこちらの勝利自体はほぼ確定していると言っていいわ。その分焦らなくていいし安全な状態で戦えるとも言えるけど、それは連携をしっかり取ることが前提よ。では今日の訓練はここまで。解散。お疲れ様でした。これを本番でやらないといけないのか。いやいや、もういいよ。上昇とは。カリスマあげよう。これスタジオなのか。音楽。何をして過ごそうかな。楽器の手入れをしよう。ユッキーの相棒のドラムをきれいにしてやる。ドラムは運動量が重いから汗が飛んで機材についちゃうんだよね。だからこまめに手入れしないとサビが。めちゃくちゃきれい。ユッキー手入れに余念がない。いやいや、こちとら元プロだ。初心者が見逃しがちなテンションボルトやキックペダルの可動部分はオイルやグリスを刺して完璧に整備されてる。ユキすげー。自分のギターを磨いとこ。素晴らしい。カリスマ2位から何位上がりましたね。器が一番低い。すみません。
音ずれてましたよね。チューニングし直します。あれ、さっきチューニングしたばかりだよな。え、はい。ちょっと貸してくれる？はい。ああ、弦が錆びてる。これはすぐ狂っちゃうよ。気づかなくてごめん。いえいえ。新しい弦に張り替えないと。どこにあるんだよ、そんなもん。実は基地内に楽器屋があるのを見つけた。そんなもんまであんのかよ。すげえな。というわけで買いに行こう。すごい。これが楽器屋。茶の水かな。ギターが並んで爽快やな。なんだかワクワクする。アップライトピアノもある。弾いてみたい。お、フライング V かっけー。こいつでデビューしたかったのに似合わないからって止められたんだよな。じゃあ頑張って買いましょうよ。いやー、どうしよっかな。私以外すごい盛り上がりだな。いらっしゃいませ。どうぞ試奏してみてくださいね。ここも彼女かよ。マリー、今日はギターの弦を買いに来ただけだから、こいつを送れ。 100GP になります。こいつでうまいもんでも食いな。お買い上げ誠にありがとうございます。よし、目的は達成した。戻るぞ、皆の者。みんなで来たんやんのかよ。あるよ、気分が上がるじゃん。はいはい。これで終わり？終わりですね。13日目はテンポ良いな。気がついた、もう14日目。さ、点呼も終わったし、そろそろ朝食だな。早いな。おたまさん、なんか元気そうだな。ルカさん、そうですね。訓練とバンド練習で大忙しですが、うまく刺激になってると言いますか。おお、タフじゃん。いつもはよくヘタれてるのに。何を言いますか。食べてるからかな。タイヨロ、タイヨロです。ということで、タイヨロと言いたいとこですが、ここまでなんすな。一旦戻りまして、200。あ、なんか強化できる。積み重ねが大事ね。アイテム？あ、こういうのもいるんだ。ちょっと着実に強化をしてる感じはするのかな。アクセサリーがあまり確保できてないですが、戻りましょう。今日本日のメインクエストはここまでです。
ゃあ行きますか。スコアタック、レベル200か。コーツテニエンもいいですけどね。JP か、あとは。やってみますか。はい、後ろから失礼いた、食らうがいい。どうだ、その調子だ。チャンスだ、砕けろ。そんなのがあるんだ。もらった。どうだ、まだだ。フェリーペレベルアップです。ダンジョンもあるんだ。あ、ダンジョンチケットっていうのがいるんだ。え、ダンジョンチケットって持ってなかったっけ。25しかない。
テリーが回収できる。スコアタックやりましょう。対決です。が硬い。耐えてみせなさい。砕けろ。一気に片付けるぞ。これは結構効くみたいなんですよね。まあ、今は我慢の時です。この右上のゲージを貯めないといけません。追撃アウト助かるんだけどな。くしてくれるか嬉しいんだけどな。行きます。これブレイクしましたね。攻撃は倒した。そして、ダメだ。
難易度もうちょっと上げてもいいかもしれない。あ、これダンジョンチケット手に入れるんだけど、時計と行きましょう。どっちがどっちだっけ。倒しました。ナイスすぎます。倒しました。なんかある、バトルレポートか。ん？パワーリング、あ、こっちもなんかある。道が分かれてんだ。
確かこっちは敵がいたような。左が正解か右が正解か迷います。当たってますね。目に物見せてやろうぞ。どうだ。さすが。山脇様に邪魔をさせないでっけ。砕けろ。だんだん行きましょう。こういうのどう？何もない。左へ行ってみましょう。何階かなこれ。止まってますね。倒していきましょう。雰囲気でもうこれで上行きましょう。鋭い狼みたいだ。まあ一体出しました。テクニカルリング、そう。
アイテムなんですよね。限界突破の力？クォーツをより多くゲット。パワーリングに切り替えよう。微妙ですね。チェーン。チェーンは変えられます。初期 SP プラス1か。チェーンだから。初動がまあ上がりますからね。つけておきましょう。なんだろう。これ30回まで行った。地下に行く。
ライファーに消費されます。だろうな。なんで、すでに計略は動いている。こうしてると戦線のことを思い出すわね。え、そうだ。行ってないとこあるんだ。そう、行きましょう。
ありますね。おっと、星号リンク。行き止まりだ。取ってよかったですね。さあ、この奥義の奥義のリンクをどうやって行きましょう。パワータイプ。なんかありますね。いいですね。チャンスだ。
あんまり聞いてないぞ。あと2体。来たいなぁ。強い。倒した。さあ、中ボスと対決です。最初からこれ行きましょう。返した。すごいな。あと一体。追撃もある。やっぱ中ボス役に立つな。36階へ。さあ、まあ、まっすぐ行ってみましょう。レポートか。進むでき。バカな。目にもの見せてやろうぞ。進軍せよ。なかなか強かったんだこいつ。これが諸葛孔明の策よ。メタルスライムみたいな、メタル系みたいなもんだ。ドラクエでいう行き止まり。いいですね。
れないわね。進軍せよ。それで無敵。進軍しまくり。上場の働きだ。山内様。そんなのはどうしました。あと1回ぐらいだな、戦える回数は。行き止まり。ブレイク復活ありって、ブレイク食らってを復活するってこと？出口か。負けだけ行ってみよう。どうしました。完璧な勝利であったな。いっぱい歩いたでき。出口までは頑張ろう。うん、帰ろう。いいね。あとは。ね、この辺が欲しいよね。そういう状態なんだったっけ。ああ。イベントプリズムか。通常プリズムってどこだ？これか？上級者ミッションってなんだ？ニートルバード、ニートルバードってなんだ？まだなんだな。ん？何これ？なんか
ダメだ、修復できるわけじゃないんだ。うん。もうちょっと2位になりますね。今攻撃決まらなかった？お、どれだけ削った？ちょっとパスした？パスしました。
んだこれ。いいや。座ってなんて、なんだったっけ。これは結構あるみたいだな。次回交流やってもいいかもね。はい。はい、ということで、ここまでかな。うん。ここまでですね。はい。ありがとうございました。今回まあメインストーリー
中心に進めていきましたので、次回はですね、この交流機能何人かいるんで、そこら辺を進めていきたいと思います。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ツイッチもやっております。ライブ、ツイッチのライブ配信もやっておりますので、ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。